はい、次からやっていきましょう。赤い魔導士と申します。今回は今回はというか、まあ次からやっていくんですけど、とりあえず双子を倒した後にの、まあそのボーナス見てみたら、まあ10点だけあったんで、まあそんなに大差はないかなと思います。まあやっていきましょう。よいしょ。じゃあなんか呼び出されたんだよね。その前に、ほう。手紙って何でしょう？はい、こんにちは、ラハ君、チャカタ君と。あれ？ああ、そう、よかったよかった。え？誘拐？ん？え？なになになに？言わ、てか一緒におんねんけど。右から二人目、剣に炎を灯せ。頭のいいあなたならきっと分かってくれますよね。泉の前でお待ちしております。ん？クラリスって言ってなかった？ん？あ、ほら。ほら、バカ。おい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 。まあ、気持ちはわからんでもないけど、メガネ外したときもうほんまに勘違いするときあるよね。ラブレターじゃないんです。じゃ、だから、楽井選手じゃないって。あ、なんかよくよく見るとなんか可愛く見えるな。うん、二人きりで素敵な夜にしませんか。愛の攻撃に考えられないのです。殺しそうやな。お幸せに。クラリスは、まあね、確かに断らないとね。純粋な乙女心に気付けるような最低君はもう医務室に来ないでください。まあ断りゃ、ごめんなさいでいいんじゃない？うん。どうぞ、どれ。月下ちゃん。まあまあまあ、女の子ですね。ほう。もし、たたくんが変な真似をしたら遠慮はならないです。ポカルでぶっ飛ばしてください。そこはね、炎とかじゃないのはちょっと優しさやねんな。わかりました。でも、隣のっていうのは、大切なものにない。あ、あった。ガーディアンの秘密が解けました。ちゃうねんな。なんかラブレターにしては、ラブレターにしてはなぁ。あと、頭にあなたって絶対に、まあ、そん、よいしょ。結婚したくない先生、ナンバーワン。俺、厳しい先生が嫌。殺しそう。で、あと、なんか、ついでに双子探しに、今、ちょっと。で、右側の庭に火を灯すやろ。これじゃね？違うの？敵、銅像のことかなと思ってんけど。うん、ああ、ね。おい、双子。
使いマッパイ、魔法でお茶を入れたりお皿磨いたりできる子でなくちゃ。てかここの卒業っていつなの？あーつか、カットでぼーっとしてた。物好きかつ妄想癖のある女子、女の子ね。はい。ひっくり返ってかん、そう、ほらほら、頭のいいあなた。主人公じゃない？サクッと言えんけど。はいはい。はいはい。どうして、ええやんか、別に。願いが叶う湖を、クラリスさんって誰やったっけ、そもそも。ああ、やっぱりか。あの像に仕掛けがあって、それを解けば、ほうほう。へえ。うん、はいはい。クライスさんがしびれ、ちょくちょくこいつ最低、なんか、ゲスなこと言うよね。ダメ。結構ひどいこと言うね。落ちこもれ魔法生のシャタに謎を解けたなんて。頭のいいチャタ君、嫌味やな。肉が足りねえなら頼んだぜ。はいはい。あ。ん？あ、身柄、うん。明日までレポート書かないといけないの。そうだよ、この独自を投げすしなければいいのに。もう積んでね。メタ発言さっき読んだしな。こう、双子いなかったし。どこにいるの双子。あ、そうや、サリーね、サリーの子や。ねえ、ねえ、まあそうやろうね。え？え、つまり、本読めば、まあ、特にっていう感じやな。ん？やっぱいけるん？あ、いけるわ。ほう。こういうのは、で、まあこういうのはね、そうこういうふうにこう分けたい派タイプです。さあ、なんだろう。あれ、あれ、あった。ランダム。ランダムは俺嫌い。
ランダム系は好きじゃない。あ、嫌な感がする。っていうことは？やっぱり。あ、でも防御反射無視はいいね。っていうことは何かしらっていう感じやな。わあ、うわあ、やだ。ああ、個人的にそんな好きじゃない。好きじゃない感じや。じゃあ。だと思う。気づけよ。ファイヤーやろ。もう、俺からす、あれ？あ、フィアあったわ。ポカル。ねえ、ごめんなさい。はい。逆に何もしない。はい、ごめんなさいね。こうでしょう。はぁ？そう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 。そうそう。それ、思春期の女子か。よう、女子も告白の時に誰か一人おるよな。よいしょ。育児なし、育児なし。こういうこと。ちょっと敵と戦ってみたいね。ああ。ほう。多分これは。で、ルチェタチェ。そうやな。これね、氷弱点なら、詐欺だよな。ですね。ラクション。あ、じゃあもう来て。くそー。人間ですやん。入ってたの。ご苦労様。ちょっか、今思ったけど、まあ、いっか。はい。アンデッドなんや。ほう。これ、はぁ？それはしてくれよ。あ、まあまあ、アンデッドっぽいな。聞く？こういうの。まあ、いいや。イェイ。あ、結構やばい。あれ、怖い怖い怖い、寝ちゃった。お、寝た。あとはポカルじゃ。ランマの杖。ランマ強そうやね。装備するとステース上がるが、自分の意思で行動できなくなる。俺、こういうのは嫌いでございます。なんかね、強くてもなんかデメリットがあったら、あんまりちょっとそういうのは、好きじゃないタイプでございます。はい、ということで戻ってきました。ちょ、回復しに行ってました。で、思ったんですけど、ラクリスちゃんは、ここを、一人で行って、ここを、普通に行ってたってことやんね。強いね。ミスト、うわー、何が弱点かわからなそう。ズムチャター、チェック。ちょっと、これにちょっと若干力を入れているのは内緒。こう。院長室がここにあんの。
弱点は？まあ関係なかったね。ここ渡った、あかんか。炎、あったあったあった。やう。強い。すべての火をつければいいってわけよね。宝箱は全部開けよう。でも自分でもなんなんですけど、なんか RPG って RPG 実況って疲れますね。よいしょ。23ゴールド、しょっぺ。消し積みにしてくれるわ。よいしょ。お金は結構貯まってるね。で、道を切り開く鍵は、地に立つ光だけとはか、天は、仰ぎ、小さな炎を保せ。あー、予想はついた。怖い奴がいるぞ。君は誰だ？君の名は？硬そうだからポカルはダメだ。ひとまず、あのさ、もうちょっとさ、ヒントらしいヒントをくれよ。なんでそのなんか適当な感じなの？あと、月下が微妙に、ちょっとやばい。ピンチ。強い。よし。ほら、やっぱり。えい。たまにベガしてちょっとマジックポイントを稼ぐっていうのも一つの手だね。さあ、いついかなる時でも全ての悪魔を打ち払え。さすれば道開かれる。悪魔？ああ、敵なんや。ズムチャッターチェック。ああ、そうだ、戦った。あと意味のないヒール。じゃあスライディングとじゃあ雷は任せた。あ、バッカー。よいしょ。
イェイ。鍵ではないんだ。これなんだ？あ、あー、しまった。回復してね。ボスか？ボスっぽいぞ。93で結構多分効かなさそうやな。ギャーン。あ、つかサードやっちゃえ。おお。うわあ。回復にもクリティカルってあるんや。あー、やっぱあかんか。じゃあ頑張ろう。ヒールで。てい。おお。いや。やめて、やめて、厄介、何か。さあ、おお、よっ、ああ、ある意味よかった。なんか、何単語かに死ぬとかそういう系やと思ったら、よかった、ちゃうかった。もう一回同じやつに。あともちょい頑張ろう。あとね、今チラって装備入れ替えがあったの。そういうのもあるんや。あともちょい、いけー、イエーイ。あー、疲れた。どうしよう、セーブして。回復1個ぐらいおるやろうと思ってんねんけど。よいしょ。46。ポーション3つ。俺、まさかやと思うけどさ、最後に あれ、あのボス倒しとかなあかんような気がする。やっぱり。女神の示す虚言、逆らえば道は開かれる。あ、いた。剣士に雷を払ってさて道は開かれる。これさ、イエイ。え、なんて書いてあった？女神に逆らい、我を、方法。あ、
はいはいはい。だからいろいろちょっと見ていこうっていう話やな。敵が出ないのが唯一の救い。からは逃げよう。うわ、多い。だから、闇と光と土は無効です。サードスキル無効です。回復と、回復魔法とかも無効です。はい。めんどくさいです。初歩の攻撃、だからポカルもやめろ。フィアが一番なんか有力っぽいやん、今現在。さあ。水を放って、水、放って、水は大丈夫。そっか、サンダー、雷と炎だけじゃないの。炎はダメ。ラス1。氷。はい。サンダーが、サンダーあったっけ？ああ、じゃあ、雷放ってやから。氷、あかん。フリーザーあかん。で、回復系もダメ。おそらく2つの予想がついてます。まず1つは、主人公のケープ。多分サードは全て効かないんで、で、炎もダメ、まあ、こういう回復もダメ、毒もダメ、で、雷とかも、氷もダメや、水もダメって言ってたんで、俺の予想が正しければ、卵白と、か、ケープ。で、通常こう、なんか普通に殴ってもあかんって書いてあったから、あれ？じゃあ、ケープでは、ケープが一番候補としては。違うの？じゃあ考えましょうか。おそらく、はい、皆さん多分カット後やと思います。まあ、逃げてもダメっていうの出てたんで、で、初歩の攻撃はダメだけど、多分、これはなかったと思うんですよね。で、これも魔法のはず。さすが。さすが名探偵、赤窓。はぁ、疲れた。わ、何？はい。すべての生命を助けよう。はい。これは一発じゃなあかんな。これは一発じゃなあかんな。うん、だろう。それも何魔法でなんとかすんの？そっちの方がめんどくさくね。
へえ。お前ちゃうんかい？知らんのかい？おう。いや、君は悪くない。月下ちゃん悪くない。ちょっとお前だよ。ね、これはヒント的な感じなんかな。いや、すべてやろ。回復でしょ。ヒール。うん、そうそうそう。どうすんの？うわー、でも。無理やってですってなんだ。知らねえよ。ヒーラーです。ブレイク。あ、正解だったらこうなんねや。ちゃうんかい。です。あ、死んじゃった。ということで、ごめんなさい。はい、ここまで来ました。ちなみに、防御したり逃げたりしても意味はなかったです、あんまり。ケア。おー、なんかそれっぽいやつが。パラカルト。あ、やったやった。ケア、ラパーカフト。そうだよ。ほう。三人で。そんなんいいの？かっこいい。ケア、ラパカフト。おう。かわいい。うん。もう思い出し、はぁ、まあ、なんか調子に乗んなよ。調子に乗んなよ。フィアするぞ。そうだ、お前のせいやろ、ここまで来たん。あ、もう使うのが分かった。左には何かないのかな？あ。結果。いや、サントラで動かすのってありか。ちょっと、これ、ここまで来るの、実はめんどくさいから。あと、連打しすぎて一回、あの人を倒してしまったのは、ちょっと内緒。ほら！さすが。これやな。でもさ、考えろ。この人たち通したらわかんのじゃん。説得させるんかな。どちら？
どっちだ？倒していいのか？倒していいのか？やっぱりか。違うと思った。多分違うやろ。ベガー、ベガー。お前に一回、銀ちゃたつく。ベガ。逃げてくれへんかな。これね、逃げんかったら逆に逃げよう。逃げよう。とかこれ一人逃げたらどうなるの。あ、ほら、意味、ほら、俺の言う通りや。うん、そうそう、俺もそう思った。案外もろくてびっくりした。そうだよね。にゃー。あー、焦った。え、うわー。そうなん、大丈夫、綺麗綺麗、超綺麗。1時間ほの字ですわ。寝るなよ、もうボケ、もうお前絶対彼女とかできんで、口縫ったのかっていう。うん、そうだよ。疲れてもみんな一緒だよ。さて。あーと。じゃあ、行きますか。なんか、燃えてますけど。道にお行きしは？幻？鍵を持ちしは？何や？そうやね、そうやね。終わった。ああ、つか、この炎は別にか。勇敢なる魔法師が歩みし、奇跡の幻っていうのがちょっとな。鍵を持っているのは、鍵持ってる人を探せ的な。おう。幻やね。あ、だから鍵持ってる人だけが本物だっていうことか。もう一回読もう。あー、そういうことか。あ、今まで歩んできた人たちは幻なんや。はー。じゃあ行こう。ルーバルトてめえ。はい。夜更かしを歩道に早く寮に戻ってください。
そんなことはどうでもいいのです。たとえ幻でも。おい、おう、嘘だね。あったね。でも、あ、インジュ暇してるか？暇してそうやねんな。ほう。何この良さそうなやつ。おお。うん？すごいな。エリクサーみたいな感じやな。で、結果ちゃんだったっけ。でもこの赤い字やろ。変身や。やってたよな、言ってたよな。名前忘れた。ヤクルやな。多分、ヤクル。やだおそらく、ヤクルさん。竜の返信は言ってた。結果ちゃんかどうか忘れただけで。はじこれ、え、違う？え、どっち？どっち？あと防御系はズムちゃったズムちゃったってズム、あーもう、もうヤクル先生戦うのいい気がしないな。おにゅ？ヒールで回復した後、ポイズン。死ぬちゃん、死ぬちゃん。やった。眠らせたい。しぬちゃん、しぬちゃん。寝ない。あ、寝た。もう、あとはもう、気分は、勝ち、もう勝ちゲームみたいな感じだな。サードで。よっしゃ。間違えた。寝てねえ。ペガ、ヒール、スリープ。おお、全員も全員セーフ。寝たー。なんかやった、ぬるぎになってるような気するけど、まあいいや。
つか、どこはずっとなんかな。よいしょ。ちょっと、ベガでちょっと回復していただこう。あかんか。うわ、起きた。ギャン。やった、寝た。やった、もう勝った。毒で倒す。正解に良かったんか。ああ、やったやったやった。クラスズ。はあ育児なし。多分ね、別の人説があんねんな。あれ、女の子。別人説が。ほらー結構大変で。何やんでね。ラハさん、やっぱりねー。だからつまり気づく気づかれない以前にあいつ勝手に取って読んだってことやな。それ以外に何が考えられるんですか。結構それはきついぞ。まあすごいな、すごいな、クラリスちゃん。なんか優しい子と思ったら結構毒がすごいね。思ったんだけどな、気づかなくて。あなたは最低軽蔑しました。そこまで言う。だったらさ、その誰々さんえみたいな風に書けよ。なんで同質って分かっているのにさ、名前を書かずに送ったの。クラリスさんよ、あなたのその記憶を戻すために。何、二人じゃ意味なかった。え、とか今、あ、そうかそうか。ほう。あ、うん、確か、はい、経験者でございます。知ってます。ほう。へぇー。うん、かっこいい。私の願いは。ほう。え、なんでそこまでさ、つうか、俺悪いの?ラハ悪いの?そう、月下が言ったれ。ラハ君が何をしたというの?そもそも、あいつが、あ、忘れちゃった。あいつが勝手に呼んだだけやろ。そうだ。そうだそうだ。俺、多分やけど、殺そうとしてるんじゃないか説まだあるからな。C 級魔法15番、結果さん。あ、
ちゃったやちゃった。ちゃったが勝手に呼んだからじゃないの。あなたたちは違うんです。ラハさん一人でも私の元にたどり着くことはできっとできました。できなかったよ。できな、回復のやつできなかったよ。そんな素晴らしい才能を持つラハさんのことをもっともっと知りたかったんです。てかさ、クラリス自身はさ、あの回復の部分はどうしたんやろ。でもなぁ、多分な、予想できる。そんな中、仲間をバカにするような子に記憶を蘇らせてほしくはないとか言うやろうな。ほう。私と肩を並べる存在となり、共にこの学園を支える魔法師となる。この子怖いぞ。私だって。うわ。将来もあなたが決める権利なんてない。え。ちょっとひどいんじゃない?なんかこいつ悪者に見えてきたな。チャタが手紙を交えてくれてよかった。心は DQ 以下のクズ女。うわ、女どうして怖いな。うわ。ボス?ガーディアンの謎をすべて知り解いた優秀な私が、ネズミのような女にコケにされるなど。ちょっと、あのものをって言われて、この目線で言うと主人公やラハになるぞ。高度な人間様に向かって口も聞けぬように。おお。わあ、マジで。は。わ、どうしよう。もう、だ、月下の方が良かった。入れ、ポケットに入るんやったら。おお、戻んの。いや、かい、え。あれ、あ、そうか、月下や。月下?最初はただ優しい人だなって思っただけだった。ほう。誰かを助けたいという気持ち。誰かを助けるということ。ほう。そんなラハー君の助けになりたかっただけなのに。わあ。ここで、ここで、でどうすんの？すげえ BGM。あんたたちも盗みしてやろうか。そんななんか、わら人形的なことにはなれへんと思うけどな。まあ、そうなん?あ、サリーかな?
やんねえ。ちょっと前ながらミスだ。一人しかいないのに。二人？ああ、そっか。え？え？うん？ああ。ねえ、ちゃった。ほう。ああ、そうなんや。茶化さないね。濃い。そんなんじゃないからね。積んでるやな。おい。胸騒ぎがする。こういう時、私の悪い予感はよく当たる。当たってます。例えば、この予感をたどった先の物事が魔法で予知できたとして、それが不幸な未来であれば、私は抗う努力をするだろうか、それとも受け入れるだろうか。第4章 B 級魔法選手権。え、4章で？ネズミは？誰や？あ、うわあ、あお、誰や？変身魔法。ということで、今回はここまでにしましょう。ちょっとまさかの主人公がいなくなるという、ちょっと次が楽しみやなと思います。ということで、というか、点数のやつなかったな。まあいいや。ということで、今回はここまでということで、それではまたお会いしましょう。それでは、バイチャー。あと。